第74回高松宮記念杯競輪、また第1回パールカップが14日2日目を開催しました。1から8レースでは男子の一次予選1と2で、女子は11、12でそれぞれ東西の準決勝が行われまして、パールカップは決勝メンバーが出揃いました。小玉葵、久米詩が連勝と、まあ、いずれも人気に応えていいレースをしていました。男子もまた白熱したレース8個繰り広げられました。15日に3日目になりますが、15日のメインはパールカップの決勝です。初代 G1 ガールズ G1 の初代覇者が決まります。ここで決勝の予想をご紹介したいと思います。人気になりそうなのは、力強さを完全に取り戻した児玉選手、あるいは今年に入って本格化した久米選手、この児玉選手か久米詩選手の優勝と見るのが、まあ、大方の予想だと思うんですが、ここはちょっとストーリー性を重視しまして、小林莉子選手に期待しました。まあ、小林選手はガールズグランプリ初代覇者一期生で、まあ、このガールズの G1 ができるにあたって一期生の貢献度っていうのは計り知れないと思います。そんな初代最初の G1 を一期生が制したら、これはドラマチック で、また小林選手はそのグランプリも G1 もいずれも初代女王になると、ここも展開とかというよりもこの執念、小林選手の一角、今までの貢献度などに期待して3番の頭3前前、あとちょっと同じ1期生荒牧選手もどうしてもタイトル1つ取りたいと言ってます。これは午前の車単は1枚押さえておきたいかなと思います。15日3日目は、レースはもちろんですが場内イベント、吉田沙保里さんのトークショー、高木真備トークショー、ゲストには野原美咲さん、こちらもなかなか豪華なのがありますので、ぜひ本庄行ける方足をお運びください。